予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか。実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人が理由校から来たのを聞いたから、その人の後をついて行ったんだ。あのかわいそうな落星だね。どうりで誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。え、僕気づかれてた？じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕リエコーに来たことなかったから道に迷っちゃって、みんなのところにたどり着けなかったんだ。ああ、そういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ、飛べば道が見つかったんじゃないか。怖いんだ、高すぎて怖い。うんうん、そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。お前やっぱり全然変わってないな。人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、理由校は人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前が悪鬼になってなくてよかった、本当に。よかった、私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくて正吾、キキ、宗氏の3人のことも。じゃあそれならロー兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あなたは幼馴染の3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないか。それかロー兄貴を連れて行くとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。覚えてるか？君たち悪いけど往生堂に厄介になることなんて本当にないんだ。ああ、僕とモーは幼馴染でよく遊んでたよ。でもなぜか彼は往生堂に入ったんだ。正直言ってあそこの道主は変わった人なのに。まあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のことを。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？うん、全部聞いたぞ。
本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね。僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだ。わかった、少し待っててくれ。絶雲の唐辛子はリーウェの至る所にある。もし見つけたら作ってあげるよ。うん、これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ？他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、わかったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ？また君たちか。宝生堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ。ああ、それは確かだが、そういえば最近宝生堂に入ったと聞いたな。理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だったロウ兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。俺もそうだった。それで君たちはロウ兄貴のことでここに来たのか？鋭いな、まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね、人の機微に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。うわ、これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗氏のところに行くんだろう。正吾にはもう会ったから今から宗氏のとこに行くところだ。おお、宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。埠頭に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。
帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェコーの小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが不当の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。聞いてるよ。すでに記録もしてあるから問題ない。浮上の石片はあそこの箱の中だ。探してみてくれ。おいそこ。おそこそ何をしてる。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。言ってたのはこれだな。これを持っていこう。お疲れ様。やっぱり申し分ない品質だわ。少し待ってて、もう最後の仕上げに入れるから。よし、これでできたわ。小刀の中に私たち5人の名前を入れたわ。毎年行われる解刀祭でも名前を入れた小刀を一つ用意してるのよ。この先どんなことが起ころうとも、たとえ歩む道を違えようとも、この習慣が続く限り私たちは変わらない。ロー兄貴のことはこれ以上何も聞かないってさっき3人で相談して決めたんだ。もしそういう機会があるんなら、俺たちは元気にやってると伝えてくれ。それから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもな。ありがとう。オイラたちがしっかり伝えるぞ。こんなにいい友達を持って、ロー兄貴もきっと喜んでくれるな。全部揃ったから、無謀の丘にいるフートーのところに行こう。戻ってきた。想定してたよりも早い。パイモン、バレてないよね。オイラそんなに信用できないか。冗談だよ。別に大丈夫。
自分たちを象徴するものをくれたということは、多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。生と死の境界を維持する、往生堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。